皆さんお晩です。釣り貝会の王ちゃんです。今日はですね、北海道胆振方面の G 所にカジカ油子を狙いにやってきております。昨日までずっとしけだったんですけど、今日はですね、あの一部太平洋の一部ですね、釣りができる状況だったので胆振方面の G 所にやってきております。予想通りですね、風はかわしており波もないですね。もう今日はですね、寝魚狙いガチ狙いってことでですね、コマセ仕掛けですね、コマセ仕掛けメインで使っていきます。正岡さんという方が作った天秤なんですけど、これすごくバランスがいいんですよね。イカゴロを両方つけてもですね、あの絡まないんですよね。ものすごくバランスのいい仕掛けです。今回こちら紹介させていただきます。この天秤は正岡式の天秤です。すごい使いやすいです。餌の紹介していきます。イカゴロですね。今日はイカゴロを50本持ってきてます。でこれがカツオですね。カツオの切り身、これはあのですね、マッカーゼリの残りです。残ったんで使ってます。サバの切り身ですね。生サバの切り身です。だいたい2センチ間隔くらいでちょっと太めに切ってます。でサバのハラスの部分をメインに持ってきてます。ハラスの部分以外はサバの味噌煮で食べてます。ホッキ貝の塩漬けです。短冊にして塩漬けにしてます。あと市販のバナメエビですね。バナメエビ持ってきてます。今回の餌はですね、この4種類をローテーションで使っていきたいなと思います。よし、セット完了です。セット完了しました。やっと。もうこのカジカ釣りはですね、もうひたすら打ち返してですね、ひたすら打ち返してカジカを寄せて釣っていくスタイルですね。それが一番、数とサイズを釣るのにですね、大事なことじゃないかなと思っております。カジカはですね、水深の浅いところでも釣れるんで遠投は特にいらないんですけど、まあ遠近中投げ分けてですね、攻めていきます。いいとこですね。イカゴロ両天秤なんで全然飛ばないですけどね、まあ遠投は特にいらないんでこんな感じでいいと思います。あの間だな。あいわと岩の。おお、いたカジカ。あ、本当だ、赤いね。本当赤いわ。うん。痩せてるのまだ。でもさっきよりいいね。さっきよりは、ね、全然いいね。痩せてる。うん。コートさんの釣ったカジカですね。ネット仕掛けに食ってきたんですね。ガヤ丸っこいよ。今日はカジカ鍋なのでリリースします。
いただきます。やったぜ。いきなり来たね。これは重たいわ。ダブルだもんね。そりゃ重いよね。いやよかったよかった、釣れて。もうこれ 鍋壊しどころじゃないでしょ、こんなでっかい鍋に入りません、このサイズは。キャスト50センチです。いいなぁ。やったぜ。40センチのとダブルですね。なまら重たかったです。このカジカはリリースします。カジカもう1匹あれば十分美味しい鍋が食べれるので、あとはもう釣ってキャッチアンドリリースでいきたいと思います。秋のカジカを平磯から狙うコツを解説していきます。今回現地で解説動画を用意したのですが、私のミスで消してしまったので、明るくなってから撮った釣り竿の写真にアフレコしていきます。今回釣ったカジカはですね、信じられないかもしれませんが、すべて目の前のですねシャローエリアで釣れました。頭の50センチのカジカはですね、はい、今マークが出たこの岩の裏ですね、この岩の裏で釣れました。私の経験上ですが、水深が50センチのシャローエリアでカジカは釣れますので、皆さんもカジカを狙う際はですね、先入観にとらわれず目の前の下りから丹念に攻めるといいのではないかなと思います。以上、秋の平磯からカジカを狙う際のコツでした。ぜひ参考にしてみてください。充電が
りました、朝間攻め一発目、アイナメですね、いいアイナメです、めちゃくちゃ嬉しいです。なんか釣れてない？これ。やっぱり最後は保安官で締めくくんないとね。イエーイ、保安官ゲット。撤収します。